これ一面のボスですよね。真ん中の心臓だったと思いますけど、弱点はね。ああ、死んだ。コンテンツができますからね、まだいいんですよ。2人同時プレイでやると楽しいんですよね、このゲームね。よし、倒した。うわぁ、ドラゴンや。どこが弱点やったけど。どこが弱点や。当たってんのかな。弱点かわかんない。なんかこの、あら、なんていうのかな。ここっぽいな、弱点。ここやな。ゴリ押しや。めっちゃゴリ押しや。よし、倒した。ああ、このでかいやつか。手を潰した。あと片手。でもこんな普通に戦って勝てないよな。絶対難しいよ。どこが弱点や。頭か。あ、胴体か。そっか。違うな。あ、ここか。ここやな。見た、おった。
すごいな、攻撃激しいな。これ拾えた時に向こう行けないのか。開かないのか。ああ、行けないよね。よし、倒した。これ普通にやったら絶対クリアするの大変やろな、これ。お、チタンカーメン。弾を潰した。うお、めっちゃ声だ。なんかこんなのが、なんていうのかな、大腸の中にいそうなね、幼虫というかね、なんかそんな風に見えますね、これ。大腸の中にいそうな虫というかね、気持ち悪い虫ですよね。硬いなぁ。あ、倒せた。倒せたらしい。そんな気がし、そんな気がしてます。その次の面ぐらいが最後だったような気がするね。なんか4面からずっとこのエジプトのイメージが続いてるなぁ。完全に中ボスやな、これ。見た、落ちた。あ、まだか。いい、潰した。うわ、なんじゃこいつ、気持ち悪っ。
あ、あいつか。こいつがアイスマンやな。いやぁ、硬いな、なかなかこいつな。あと一歩。ほんと、ゴリ押しでしたよね、ほんとね。はい、倒した。ほら、うわぁ、みたいな。あ、ボスや。あ、こいつか。なんか、でっかい、マッチョなやつね。これ、雷神と風神なんや、これ。どっちか倒せばいいって言ってたけど。強い。これでいけんちゃうの？はい、倒した。なるほど、どっちか片方を倒せば、これでクリアしたことになるわけだね。あ、これはラスボス。限定か、これは。おー、これか。おお、何や、あのレーザー。ていうか、ラスボス意外とちっちゃいな。おお、上に持ってくるんや。もうゴリ押しでこうやって行くしかないな、これ。うわぁって、やられた時の声が情けない。お、ちょっと変身した。違うか。アシュラみたいな感じやな。アシュラっぽいな。
倒した。これでクリアか。